一体何があったのか、三好家に。そして、秋ということでね。まあ、これよりお米が入るわけなんですが、まあ、いろいろと問題が起きて、まず、そうですね、包囲網を打たれてしまったということで、約4つの家が参加してるのかな。武田、織田、姉が麹、そして、ここね、鈴木ということで、これを待ってました。今まで鈴木を攻めなかったのはこれが理由という言わんばかりですね。で、まあ、ここに行くんですけども、海辺から行くともちろん不利になるんで、援軍借りちゃった方が早いかな。阿竹冬康借りましょうか。金銭2600でいいんだね。安い安い。で、ここに行くんだけど、冬安隊が出るって言ってるんで、こんなにいらないね。28日、27日、22。20日はいらんだろう。こいつらだけでも十分なんだけど、21日の舞台だけ入れとくか。うん。これで行きましょう。で、雑賀はすぐ取れるでしょう。で、武田か。武田、攻めたいな。武田攻めたいけど、今武田に攻めていく余裕はあるのかと言われればあるな。これ1万でちょっと軍出すふりだけしてみようか。米あるし。で、姉が工事倒すことによって従属できるようにしとこう。いいね、北条が武田に攻めてくれた。これで、武田は結構何もできなくなったんじゃないか。で、武田が宣戦布告したことによって、こいつらの援軍が引きましたね。これはなんて素晴らしい策略だったんだと言わんばかりだ。あと15日、すぐですね。ささっと落ちるの待ちましょう。そして神保とかと同盟が結べた。農兵精錬。まあいろいろやってるようですが、無駄でしょう。多分、そんな余裕ないはずなんで、北条に攻められたら。おお、上杉も行ったか。武田はもう、これ確実に失敗だったよね。攻め取るっていう策略。で、こいつらまあ返してあげて。作戦としては、いや、織田優先で倒した方がいいですね。この状態の織田放置しちゃうと、ろくなことにならないので。よいしょ。いや、農業と軍事取ってみます。あれ、絶好調が起きない。残念だな。で、何取るかって話なんですが、困りましたね。今取りたいのが何もない。一旦これ待つか。何も取らないっていう選択で、天保命令をここに打ちたいんだけど、多分戦時中なんで打てないんだよね。あれ、天保可能な従属勢力がいませんってなる。戦争中だと思うんだよね。だからかな。本当は元山家を移動させたいんですけど、あと11ヶ月素直に待った方が早そうですね。同盟が切れたりしないよね。大丈夫。長略、武田に打てるな。ちょっと打ってみようか、長略。まあ、これで行くしかないね。このまま、猿が出てきてるのがすっごい気になるけど、多分いけるでしょう。天も人も俺に背くことは許さぬ。我ら王道を行かん。マジで北条が頑張ってくれてるのがありがたい。で、これ勝てるはず。さすがにね、これだけの敵兵に残りがあるのならいけるはずだ。よし、鳴海城突破。結構これがっつり落ちてるんで、一気にこれ抽選も上げられるんじゃない。7000。右北条向かってみましょう。軍出てこなさそうなんで、さすがに今のこの状態で敵に余裕がなさそうですね。そして雑賀も取れそう。雑賀取れたらでかいぞこれ。郡上八幡に到着。包囲33日包囲します。いいぞいいぞ。包囲してけ。武田は米ないんだろこれ。武田米なくなんじゃない。あー、9万あるわ。
さすが信玄って感じだけど、武田対北条、北条の勝利。これ一気に多分、みんな落ちるぞ。よし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 。義輝が長島城を突破して、織田との戦に勝利しました。いいね。信長、秀吉、勝家、滝川一松、竹中半兵衛、丹羽長秀、木下秀吉。めちゃめちゃ優秀な武将がいますね。前田利家とか。全員登用します。俺を家臣にするか。面白い。なんて言ってますね、信長。で、まあ、とりあえず軍出してみよう。余裕あるんで。よいしょ。で、時間見てるけど、交渉。まあ、なんか出てる感じはしないんで、このまま行こうか。このまま時間進めます。上杉対武田。上杉勝利。ああ、さすがですね。これさ、こんだけ織田も滅ぼしたから、あれ、同盟拒否。当家との同盟を拒否してます。なんでだ？武田についたことはあるまい。心象も高いのに同盟拒否ですね。不思議だ。まあ、そのうち同盟してくれると思うんで、このまま放置かな。とりあえず今、武田を一気にみんなで倒すみたいな感じになってるんで、これ武田、攻めていきたいよね。16000。13000。米4万あるんで、これ多分持つんで、4部隊出しましょう。そして、毛利対大友、これ毛利につくしかないね。嫌だけど、ここでつかないと、後で、何されたか分かったもんじゃないんで。よいしょ。で、同盟結べないの？同盟結べんね。よかったよかった。24ヶ月結びます。さすがにここで同盟切れたら悲しい。で、上杉とも同盟。あとは、同盟切れたらめんどくさいとこ。本願寺はまあ切れていいかな。従属しないし。雨子危ない。2年2年。で、毛利とも2年だね。で、西園寺も同盟結んどこう。よし、ずっともだ、君たち。まあ、こいつらは大丈夫だと信じて、このまま行きましょう。時間進めます。そして、武田対北条。武田勝利。珍しい。よし。武将8万突破。で、これ多分、武田領地取ってった方が早そうなんだけど、何人出て3800でしょ。いや、武田領地取らないとダメだな、これ。姉が工事なんか後ででいいや。こう行きましょう。右北条突破。まあ、武田返してやるか。これ、あれだな。1万人出てくるって言ってるんで、先取っちゃうか。どうせ3000でしょ、出てくんの。で、7000。こいつを使えばいいか。こう行きましょう。岩村城。砲にも撃ったが、最後だな。あいつは。よいしょ。で、同盟取ってるのはありがたい。よし。最下城突破。ということで、鈴木家は足利家によって滅ぼされました。これめちゃめちゃでかくて、鈴木家臣めちゃめちゃ優秀なんですよ。定頼と重秀と、まあ、津田さんあたり。ありがたく全員登用いたします。最下孫一が手に入りましたね。で、そういえば忠誠やばいんじゃないかってことに気づいたんで、次、ちょっと忠誠確認してから打ちましょうか、技を。そして冬、西園寺と通称はいいね。で、どう？忠誠真っ赤？そんなことはないけど、まあ、結構な人数黄色いんで、ここは打っていいか。徳川、環状17枚しかないんで、ちょっと今の状態だともったいないんで、ここは大宴会打ちましょう。お見せしよう。将軍の大宴会だ。意外とまだですね。あ、でも、だいぶ青くなったか。まあ、こんなもんでいいでしょう。じゃあ、これこのままいきます。勝ちは揺るがん。
4日で突破。早いね。よし。いいぞいいぞ。高原スワも行っちゃうぞ。そして飯田城。78日だけど強行でいいのか。まあ、強行でいいのかこれ。大いに変えとこう。兵減らす必要はないな。で、武田の軍ちょっと削ろう、これで。あ、いいね、いいね。部隊帰ってったわ。6日。少しでも早く取ってほしいね、城を。よし。高原スワ突破で、後ろ残してるの気持ち悪いんで、ここ、ただ、これでね、従属、神保に送れるんで、神保家従属させましょう。こんな感じでどんどん従属を、あ、いいね。今川従属か。これ今川を従属させると、これね、今、今川家従属って出たんですけど、これですね。従属させてもいいんですが、それをすると、多分、北条と今川の婚姻同盟が切れて、武田と北条が同盟を結んでしまう気もするんで、いや、その方が面白いな。今川家も従属させよう。なんかさ、こんだけ従属の家がある家も珍しいよね。今までの感じからすると。まあ、多分みんな大丈夫でしょう。危ない危ない。同盟延長、河野家。同盟切れると悲しいからな。あとはまあ従属の家がいずれ飲み込まれるの待つ感じかな。あとはまあこいつらか。18日。18日。秀光た、83日。結構時間かかるな。このまま行くか。よいしょ。結構子供が生まれてるっつってるね。優秀な家臣が育つかもしれん。そして、ああ、織田家を倒したことによってめちゃめちゃ能力が解放されましたね。ここは軍事は取りたい。軍事と農業だね。足りてないポイントは。60、59。天下人が全員揃ったな。織田も明智も全員揃ってくれた。で、鉱山鉄砲とか強い能力あるんだよな。ただ、これか、サラサラ声は取っとこう。で、こっちの能力だね。新山提案力上昇。これも取りましょう。あとは、兵糧収入上げるのは強いでしょ。労力も上げとこう。結構取りましたね。で、うちに使いたい武将。まあ、あんま強いのはいないのか。まあ、でも全員、東洋で。結構京周辺のいい立地は全部取れたんで、でかいですね。あとはまあ三好を従属させられたら面白いな。三好、芦名、尼子あたりも従属させたい。まあ、このまま行きましょう。木曽福島城。48日。ってか、従属させてくれって言わないね。そして上杉対武田は上杉の勝利。順調すぎるな。で、帰り雲城に到着。これあれだな。待って。米が9000しかないから、ちょっと待って。米9000しかないのまずい。交渉で、お、いいね。交渉できるじゃん。藤高行かせれば勝つより抜けるんじゃない？城主投降。全面。あ、ダメだわ。とりあえずでもここ取っちゃってからでいいか？米がないから、うん。米がないから、少しでも兵返さないといけない。明智隊返すか。12000は出しすぎたんだな。部分騎乗で2600。2部隊返してみよう。これでいきます。よし。して、岩村城を突破。もちろんこの7000人も返します。これで兵糧を持ってくれるといい。あとは、米もらっとくか、指示的。
誰かに米も国欲増加させててほしいのはアマゴなんで、アマゴに米をもらう指示を出しときましょう。これでいきます。お、いいね。上杉のりまさ、そして従属めっちゃ通ってて調略できるみたいなんで、お家最高じゃないな。城獲得か。竹、まあ、とりあえずこっちにいつでも行けるようにしときましょう。上杉のりまさ武田にいるんだ。で、城主確約でいいよ。どこの城主がいいかっつうと秋城だね。でもこいつは無視しておきます。全然放置。米か。今ここにいるのか将軍ってことは、六角北畑あたりはちょっと米をすぐにもらえそうなんで。てかこれあれか、簡易変えるんじゃないか。簡易で変えそうだな。ちょっとこの辺のやつ近いところみんな1万とか要求して、簡易求めてきたら簡易で売っちゃおう。その作戦強えな。本願寺は米もくれない、ケチなやつだぜ。山名、これでいきます。赤松も米くれんじゃない。米簡易で買って、その簡易を従属のタイミングで全部回収しよう。そして忘れられた男、北条家と上杉家の同盟、世に言う越相同盟は、当初北条氏政の息子と柿崎景家の息子を互いに人質として交換するという条件が存在していたが、北条氏政がこれを拒否したため、急遽その代役として氏康の七男北条三郎が父として越後に赴くことになった。七男なのに三郎って名前なんだね。不思議ですね。三郎は詳しい来歴は分かっていないが、三国一と称えられるほどの美男子であったと伝わっている。北条三郎にございます。ほう、そなたが。よかろう、これより影虎を名乗れ。影虎は上杉正虎の庶男、北条家から来た三郎にこの名を与えることは家中の想定を超えた厚遇であった。光栄でございます。されどなぜにかようなご厚情を賜れるのでしょうか。正しく報いんとするまで、何時が魂の渇き、我ら上杉に大いなる力をもたらすであろう。魂の渇きにございますか。しかり、北条に生まれながら北条に用いられず忘れられた汝は、この越後を己が父として、この上杉を己が家として、己が全てを燃やし尽くすであろう。すなわち汝はこの地でその生を終える、その命に報いんがため、我が名を与える。光明盛大、義には義をもって報いる。毘沙門天の化身、上杉正虎というわけか。あなたの言う通り、私はここに骨を埋める覚悟できた。されどそれは上杉のためではない。私が上杉を手中に収め、私を捨てた北条を滅ぼす復讐のためだ。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画、ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。